そうです。和菓子と洋菓子は。どっちも好きです。何枚和菓子の方が好きですか。あ、お酒は飲めん。お酒飲みますね。あ、お酒は結構昔からいける。そうですね。まあまあ。うん、ああ、でも全然割と何でもいけますね。というかお酒は、まあ、アーティストにはおまつきもないよね。そうですね。それお酒飲んでる時は見えるもんがあんねん。そうです。お酒飲んだ後はやたらとこう人間的になるとか、ね、やたらとこう反省しきってなんか人間的な男になるって普段どれだけ人間的じゃないと思われてるじゃあ出せるとかっていいのよ。だから初め若い人はちょっとね5点5点になるぐらいでもいいと思うね。そのうちだんだん収まってくるから。急になんか新人ブームって私は全ての人間の中で一番罪が深いからそういうこと言い始めたんだけど私が酔っ払ってくるって、ね、もうやめてほしいって言われて、ね、でもそんなの繰り返しで大人になっていくんだよね。 ね、でもあの若い時は若い時ってその時しかないからすぐやから、その時にちょっとぐらいあのハメ外してないとそれ40とかになってからハメ外したらやばいよ。そうですね。今は許されるからギリギリですね。まだまだいけるいける。そんな全然大丈夫ですよ。いけるでな全然。30ぐらいでもまだ全然いけるな。赤いなこいつって言われるのは30代。今40ぐらいまで言われてんちゃう。でも最近の若者みんなそのすごい大人ですよ。あのお酒も飲まないし何もやらかさないし。ほんまにほんまにそう。そうです、そうです。私みたいにベロンベロンになる人間なんて本当少数ですよ。いいやん、なんかアーティストやね。不思議ですね。でもやっぱり本当にその時は見えてんちゃう。なんかその時見えてるのは見えてたかもしれないけど翌日記憶が残ってないのが、ね、そのベロンベロンなんて時に書いたらね、なんかね筆ペンとかで。そうですね。それほんなら後で次の日見たら俺の何やというのが自動書記やね、それ。きっと次の日何だかよく分かんない声とかしてますよ。きっとその奥深い真偽は一瞬で忘れて。あ、そうかそうか。でもそういう時って面白いだよね。そうですね、面白い。神がかる時って酒の話とかありました。そうですね、そう、相馬とか言いますよね。あの酒言えへんね、般若と絶対神がかる時酒を飲むね。で、巫女に酒飲ますね。ほなこうなるやん。で、その本人は覚えてないね。トランス状態になる。そうですね、本人は覚えてないけど降りてくるね、ちゃんと結界貼っといて。それを酒はすんねん。それが我々山小屋の役目。だから絶対神前に酒あんねん。ありますね。だから僕昔から本当に、ね、インド島とか相馬みたいな新酒みたいなのが出てきて、やっぱそれを飲んで、そう、酒とトランス状態になって。酒と神さんは切っても体でいいんやん。それは何のお酒でもいいんですか。まあ、昔は日本酒も焼酎もだいたい熟成していくから、そもそも40度ぐらいあるね、日本酒も。だから水増し分解のは買いに行ったら40度ぐらいのやつを水で割ってやな、ほんでからこんねんと飛びに入れて、エコやけどね、一生懸命使わんだけど、とっくり下げていくね。また太鼓のリズムとかもまた瞑想とかトランス状態に至るここに精神をもう覚醒させる手段ですよね。神楽の手法なんですよ、それが。割と共通してますよね、それ。共通してる、共通してる。モンゴルとかブリヤとかシャーマンも同じようなことやる。そう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 。一定のリズムで神がかる。シャーマンとかもやっぱり火を、そうそう、火の中に炊いて。だいぶ詳しいけど、やっぱ大好きなんですよ、そういう。そうです、そうです。ゾロアスターだ。ゾロアスター知らんやん、ゾロアスター教というか、そうですね、もっと言うと古代のインド、ヨーロッパ、プロトインド、ヨーロッパっていう言葉、言語ですね、があるんですけど、それに対する神話とかが、本当にあらゆる、割とユーラシアの結構いろんな神話の元になってるんですね。だから、ヤオヨロズが出てくるやん。あっちこっちのヒンドゥーなんてもう、まさに日本の古典神道と一緒で、あるし、あの、あれなんやったかな、あのアリババ。アリババ。あの、指輪の姓とか出てくるやん。一個しか聞かれんとかですね。そう。で、三つ聞けるやつは大魔人やんだけど、一個しか聞かれんやつ、小魔人ね。で、それも神さんね。だから面白い、それね。そうですね。だから本当に、でも、そのプロトインドヨーロッパという、現インドヨーロッパ語族の言葉っていうのは、日本語にもやっぱり影響があって、例えば、蜜っていう言葉って、中国から伝わってきてわかるんですけど、ヨーロッパの方だと、蜂蜜のことをミードとか呼びますし、やっぱそこは同じ言語の由来があったりしますから。そうね。本当に古い言語がそのまま現代にも影響されてるってことありますか。そもそも主役はあの語源で聞けって沖縄でも言うよね。漢字は後から入ってきたから。そうですね。語源はそうですね、重要ですよね。ね。陰謀相互の話はすごい面白いですね。うん、全然イレギュラーなところも知っていくと、あと勘やから。そう。全くの嘘っていうものはないわ、古典文献で。そうですね。私もそれはそうだと思います。だから。やっぱり どの現実を信じるかですよ。そこはもう取捨選択で。あと、ええとこだけ取ってたりね。そうですね。まあ、
それをどれがいいとするかがまた政治的な問題なんですよ。そう、まあ、それは知って面白いと思うよ、それ。面白いじゃんねん、経営で。で、日本語で書いてるから、ちゃんと直してくれてる。いろんな町ももちろん、いろんな学説を知ってるから、その中で。だって宇宙論までいくんだよ。そうですね、まあ宇宙論もありますよね、あの宇宙論。もう別に当たり前だと言ってるのは、NASA がもう認めてるってぐらいから。だからほんまに、これから宇宙人と会う。異星人はでもいるでしょうね。いるでしょう、そら。お前、おれへん言うてる方がおかしいでしょ。地球におんねん。ただ、形とか見えへんかもしれんよ。まあ、確かにどんな物質的じゃないかもしれない。形かわからないですね。でしょ。だから、これからほら、そういった世界広くかな。だからそういうのもちょっとまた情報をね、いろいろあったら、そうですね、見てみたら。いや、でも、宇宙人ね、どんななんでしょうかね。有効的なんですかね。いろいろおるらしいよ。あのスター・ウォーズみたいに。そうです。戦うやつもおるし、ものすごく友好的な宇宙人もいるらしいから。だからこれから地球がどうなるかを宇宙の人たちは。怖いですね。怖い。宇宙はなんか怖い。宇宙の神々は怖い。ラブクラフトを連想する。あ、そっか。そうなんですよ。目覚めてきた。ねえ。大変。進撃の巨人も、ね、見たら発狂しちゃう。そんなイメージがありますね。竜の目を見たらあかんやつやね。まあでもそれだけのほら世界観があるからこそいろいろとやれるんちゃう。そうですね。それだってこんだけしかなかったら思うのないやん。そうですね。まあ地球だけでも、ね、あとはキャパやね。そうですね。認識が受け入れるからなれへんからなんですよ。ああそうですね。だってこうやんかと思ってたやつが違うってなったらこれ急にどうする。そうですね、とても難しいです。確かにそういう受け入れられる人と受け入れられない人が出てくる。そうでしょ、今の競技なんだから違う。だってうちの父でも乗りお金に行ってやね、ユシュベレルクになって16歳でやね、ほんでこれ全然ちゃうことになって帰ってきたらこれ侵略戦争とか言うてやね、もう何やっとってんみたいな話なんで。違う現実と思います。頭おかしなんで、そんな時代、そんな急にボーン変わんねんから。そうですね。命かけてんねん、そこに。全くでも結局のところ情熱が逆に転換されるっていうことではないですかね。まあ絵描くかいなと。もう後の人生は真っ向靴で絵描くかとかなる。だからうちの親父も手剣道をやりだしたわけですね、うん、だからそう考えたら人生なんて今のこの状況の中でこの資本経済華やかかしい頃ってこれベーシック運転になるかもしれんしはね、ボーン変わる。そうです。その時のこともフレキシブルに受け入れられるこの柔軟性っていうのがあると。そうですね。でも結局のところどれを本当に真実かというのは人それぞれですからね、うん。いやで変わんねん、真実が。そうなんですよ。だから明確に目の前に存在するものであっても、うん、それをあるかないか捉えるっていう結局の政治的な判断というのになってしまうところがあるんですよね、現代。その時その時にね。そうなんですよ。だから今は今のモードなんですよ。まあぜひまた今後いろいろお互いに知らんことを。そうですね。その経図とか送りますわ。面白いと思って。興味深いですね。私が知ってるものではないですね。ああ、そう。いや、それは僕らも間違いって。で聞いてきて、なんだろう、全然思ってることと違うやんかってあるから、ね、ああ、そういうのもまあ現地行くとね、聞ける、おもろいです。まあ、ぜひまたいろいろと情報交換させていただきます。よろしくお願いします。もう長い間ありがとうございました。ありがとうございます。とってくれて、ありがとうございました。